渡る所属リバプール、クロップ監督の後任がまさかの男に決まる。リバプールとフェイエノールトがアルネスロット監督の金銭保証で合意に達した。イギリス、BBC などの有力メディアが伝えている。ジ・アスレティックなどによると、その額は900万ユーロ、約15億円に上るようだ。今後、リバプールはスロット監督の正式な就任を前に契約面での合意に向けて取り組むことになる。しかし、同指揮官は先日にマージーサイドのクラブで指揮を取ることに前向きな発言を残しており、大きな支障はないと予想されている。長期政権の後はどんな監督でも結果出すのは大変でしょうね。首脳陣は3年くらいは結果がついてこないことを覚悟しないといけないと思う。けど、数年我慢しないといけないってのはやっぱなかなかできることでもないよね。アルテタをあれだけ待てたアーセナルはすごいと思うよ。正直に言うと不安が多い。メインターゲットまでのつなぎとかでもないなら、場合によりまた大変なことになりそうだ。徐々に名前が出る新監督への期待感がなくなってる気がする。シャビアロンソ、アモリムに断られたのが一番でかい。今のリバプールと戦術的にやってることはかなり似てる。似てるからこそ不安な部分が多い。クロップの後釜なんだから誰が来ても不安になるのはしょうがない。なるようにしかならん。テンハグみたいになりそう。根拠はないが、この監督が来たら遠藤の出番が減りそう。これも根拠はないが、この監督は短命に終わりそう。ビビブクラブで成功する顔には見えないような。チャンネル登録してくれるとめっちゃ嬉しいです。これからも頑張って動画制作していきますので、ぜひよろしくお願いいたします。本当、お願いいたします。